事故現場のモンテネグロ鉄道網内での1ビオチェ列車脱線事故は2006年1月23日にモンテネグロで発生した列車脱線事故である。ブレーキシステムの故障による速度超過でモンテネグロ鉄道の列車がベオグラードバール鉄道のポドゴリザッシビオチェの近くで脱線し45人が死亡した。事故に巻き込まれた412系車両。 モンテネグロ鉄道の4両編成の412系鉄道車両にはブレーキに問題があった。それにもかかわらず、この車両はビーエロポリエからバールへのローカル列車として使用され、約300人の乗客が乗車していた。事故現場の700メートル手前で運転士はブレーキをかけることができた。この鉄道路線は一連のトンネルを通って曲がりくねった斜面にある ビオチェ駅の下を走っている。公式調査によれば、列車はブレーキが効かなくなったことにより、午後4時頃に斜面で制御不能になり、制限速度時速6 0トルのところを時速1 3 9トルまで加速し、脱線して列車の一部がトンネルの終わりのアーチから深さ約1 0 0ルのモラチャ峡谷に落ちた。十五人が死亡し、八十四人が負傷した。 これはモンテネグロでこれまでに発生した最悪の鉄道事故である。救助活動はアクセスが困難な地形、強風、吹雪によって妨げられた。運転士は過失致死傷罪の容疑で拘留された。彼はブレーキに技術的な欠陥があることに気づいていて修理を行うよう報告したと述べた。2006年7月23日、ポドゴリツァの検察は 12人の鉄道従業員を起訴した。運転手以外は無罪となり、運転手は6年の自由刑を宣告された。世論はこの判決を、モンテネグロ鉄道の構造的欠陥から注意をそらすための策略であるとみなした。この事故により、事故当日の夕方、アンドリア・ロンパー運輸大臣と鉄道局長のランコ、メデニカが辞任した。 アインシッシュエヌベヌ、39デッドインモンテネグロ、ビファウプテッドアイネンゲクルテファートリクチューング、ダンエイバーベラデア、ツークゲーゲンバーフゴホレン、ワズミットデムアンフォルハーガーングニヒトベラインバーベラ、ナハズグンラックイン、モンテネグロオーエスダズボーディーアセグメントで、トライブワゲンス、ナーハエヌエヌ、ダイシュリンシュトンズグンラックウントエヌエヌウーバー40トート、ゾールデアギャザモタツークアブジェスチャティストザイン、 ズグンラック・イン・モンテネグロ・ NN ダースデッド・ AB ・ NN 四十四ポガヌラ・ユーゼラズニ・カチン・レシーイン・ B92V25 ヤヌハー2006ズグンラック・イン・モンテネグロナハ・エヌベヌダイシュ・リンシュトンズグンラックゾルレイン・ s 百194バーレッツット・ゴベイゼンザイン NN 四十三ズ・トブ・ウデ・サボーザトロジェ・クリティックのイン・ B92V24 ヤヌハー2006、オスノブのチューズラストボパディグロアプチューズニックプロティフ12、ザパゼルナイユーゼルジョズニスイ、NN、ウーバー40等と、ありがとうございます。